おはようございます。有本です。先日、IKEA 神戸に行ってきましたので、その様子をご覧いただきます。下の方にシリーズ名と金額を載せております。なるべく自分の方で調べた限り掲載しております。その詳細ページは概要欄にリンクを貼っておりますので、気になった商品に関してはストップしていただいて概要欄を覗いてみてください。IKEA の商品を見るときに一つ注意点がございます。あくまでシリーズ名ですので、商品名ではございません。概念としてこの商品が欲しいというよりかはこの組み合わせが欲しいという目線で見ていただけたら幸いです。組み合わせカスタマイズによって金額は変わります。それではご覧いただきます。 Let's get started。 ヨースタインシェルフユニット、スコグスタ、アカシア材のテーブルです。ホルバル、ゴミ分別ソリューション、ストローラ、ランプシェード、シービック、3人掛けソファ、ソーデルハムン、ソファーですね。こちらもソーデルハムンの違う組み合わせになります。こちらはベスト。ベストシリーズもたくさん組み合わせできますので、ニーモランプシェードです。フィエルボシェルフユニットです。こちらはビリー、ブンデルラッタ、ハマルン、背もたれを倒せますのでベッドにもなります。これ密かに狙ってます、安価なので。ビムレ、レシソール、これも高級感のある棚ですね。とても素敵です。使いやすそう。上に物を置けるところも素敵。ストックホルムのミラーです。こちらはストックホルムのテレビ台です。開け方が斬新ですけれども。先ほど出てきましたね、ソーデルハム。このランプはニーモーネ。フロアランプです。こちらはエーケト、一つ4000円、イーサボー、ロニンゲ、伸縮式です。テーブルを伸ばすことができます。ミーダル、グロスタード、ストックホルムのネストテーブル。こちらはランズクローナ。高級感のあるソファですね。IKEA PS1995。中に小物が入れられます。ロンズクローナ。男っぽいインテリアになってますね。アーレング、フロアランプ、グランフルトとベリスフルト、
こちらを組み合わせて壁掛けを作っているわけですね。ベスト。少し棚の扉が揃ってない感じはありますが、こちらもベスト。首ストブロー。ホール。物入れですね。クッション入れなど。椅子としても使えそうです。ルッパン。ワゴンテーブルです。歩けるストルプ。コーヒーテーブルと記載があります。いろいろ物も入れられそうです。こちらもホール。ちょっと大きめのサイズですね。ストックホルム。中板がかっこいいですね。ビスカフォルス。ストックホルム。3人掛けソファーですね。これもかなりかっこいい本革です。フナーリグ。ゴミ箱です。アッシュ材の付き板です。オストビット。竹でできたトレーですね。かなり安い。フリーヘイテン。ソファーなんですが収納力が抜群。左側も開閉可能。素晴らしい。使わない布団など入れてもいいですね。子供のおもちゃとかでも良さそうです。アスクホルメン。野外用折りたたみテーブルですね。こちらはルンネン。フレアデッキ。9つがワンセットになっています。アルセーダ。スツール。バナナの繊維でできています。カラックス。こちらも組み合わせになります。インサート付きです。テレビの大きさを考えながらテレビ台の大きさを決めていくのもいいかもしれませんね。行ってみて分かりましたが、素材感とかカスタマイズの自由度がめちゃくちゃ高いので、もし店員さんがいたら捕まえて、こんな雰囲気にしたいんだっていう相談をすれば実現してくれます。これもベストです。同じベストでもデザイン性が全然違いますよね。ラック。ウォールシェルフユニットです。クビスレ。レタートレイです。縦置き横置きどちらでも使えます。カラックス。プラスアンダーフレームとなっていますが、下の方についている足ですね。フラッダ。ミニチェスト。引き出し3段です。ドローナ。これはボックスです。この取っ手の部分もすごい使いやすそうです。こちらはプラッツァです。これもいろいろカスタマイズができますので、幅だったり高さだったり
いろいろ見繕ってみてください。表示されている金額は組み合わせのプライスです。向きを変えるとストップウォッチや温度計などいろいろ変わります。ストルスリンガ、LED シャンデリア、8つのアームがあります。ブラッドラ、ボックスですね。和室の方もいらっしゃると思いますが、このような活用も可能です。中にはヨナクセルのシリーズがたくさん並んでいます。ヨナクセル、衣装ケースですね。こちらはコルクでできています。素敵。オムテンクさん、パーソナルチェアです。こちらもとてもカスタマイズ性の高いものです。エルバーリ、この組み合わせで115,400円。板もしっかりしていますね。落ちてきそうもありません。とてもしっかり作られています。ノールドシーサ、オープンワードローブ付きです。ジャポニズムでかっこいいですね。こちらもノールドシーサ、このタイプもかっこいい。衣装ケースとしても扉を開けると片方が開くという仕様になっています。素材は竹です。ノールドリ、チェスト、引き出しが3つのタイプ。こちらもノールドリ、ワイドバージョンですね。ヨルクスネース、取っ手の部分が革になってます。子供部屋に最適。ブロール、こちらは武骨な印象ですね。工具など入れるのもいいかもしれません。天板はパイン材。 IKEA のウェブサイトにはすでに組み合わせがされているものがたくさんありますので、なるべく概要欄に貼っておきます。こちらもブロールのシリーズです。ロッカーです。かなりかっこいいです。表記としてはキャビネット。ムーリック、長さを調整できるハンガーレールになります。トロファスト、子供用の物入れにいかがでしょうか。ガチャガチャ入れられますね。これは良さげ。お子さんがたくさんいらっしゃるお家などにいいかもしれませんね。足が届かない子供向けの足置き。今日の撮影機材は iPhone12 Pro です。少し画質が悪いかもしれませんが、これでも 4K で撮っています。
100均より安い79円ビンチェ、こちらは軽量カップですね。タッパーなどいろいろありますね。お箸もありました。ヨルトスヴァング、有効ボードにいろいろかけられるシリーズがたくさんありますね。ああ、これはちょっと使いづらいかも。ああ、誰だこんなことしたのは。ピースにしときましょう。ガムレフルト、オットマンです。足を置いてもいいし、座ってもいいし、中に雑誌も入れられますね。素敵。サンダーレード。ちょっと高めか。ソーデルハム。先ほどから出てますね。こういう組み合わせもあるんですね。ソファーもたくさんあります。選びたい放題。フレームをお選びください。クッションをお選びください。あれ？ということは、パーソナルチェアをフレームと生地でオリジナルで作ることができる。おお、すごいですね。なるほど。ノールミラー。イージーチェア。クッションの部分、ネットになってますね。フィエルボ。男心をくすぐる。ちょっとアメリカンっぽい棚ですけど。かっこいい。クラッケネース。木目がかっこよすぎますね。素敵。これ欲しいな。オフィスの L 字のデスクはベカントコーナーデスクというものです。ガラント、こちらもかっこいいですね。事務所に置くにはぴったりですね。この重厚感、ロック機能もついてます。週末のレストラン、一時の人混み加減です。さあ、お腹が減ったのでご飯を食べます。いただきます。食べ比べセットです。これとこれが食べ比べセットで、これ単品、スープ半額、そして120円飲み放題ドリンクバー、オレンジジュース。皆さんいかがだったでしょうか。気になるものがありましたら、なるべく概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひぜひ飛んでみてください。それではさようなら。